たかですね。日本の中でたくさんレジデンスを経験してきたので、展示まで1ヶ月で1週間の展示っていうのはすごく日本でも多い形なので、いつも通り過ごしてきました。もっとひどいレジデンスっていうのが日本にあって、風呂もなしで田んぼに作品を設置するっていうプロジェクトがあって、その時はもう風呂も入れないのでバイ菌だらけになって股間も腫れたり、傷口から傷が産んでいったりして、そういう経験もあるので、ここはとても清潔ですごく癒された気がします。で、すごく驚いたのが、雨の日に、大雨の日にザザッと雨、屋根から雨が落ちて水浸しになって、普通に皆さん作業して書き出しているっていうのがびっくりしました。僕の作品も水浸しになりそうになって、まあお堕物になりそうだったんですけど、普通の顔をして皆さん片付けたりしているのが驚きました。作業時間は、1日に10時間から12時間あったと思います。最後の、一番仕上げの設置 2,3 日はほとんど寝てないです。1日に30分ずつ寝た、ちょっと仮眠を取ったぐらいでした。っていうのは僕はすごく音楽家を尊敬するところがあって、そのバイオリニストピアニストたちっていうのは、練習量がすごく大量で、もっと多いと思います。あとはストレスをためないように工夫をしながら常に全力を出せるように、座禅ですとかリフレッシュをしながら制作できるので、長時間作業することができました。例えば、プロジェクトのためにリサーチをします。そのリサーチしてたくさん情報を得たものを消化する時間が普通は必要なんです。で、それをその消化して作品として生み出すまでのその時間ですね、その、リサーチから作品になる時間を禅メディテーションによってすごく短縮することができます。で、そのイメージもその禅メディテーションしないよりはもっとクリアになるし、クオリティが高くなるっていう効果が自分の中ではあります。のレジデンスに滞在して制作をしたり、ドイツの方でも湖で波の音を聞きながら、音楽と融合させるっていう作品を作ってました。で、今回の一番大きい、シーバッハっていう作品は海の、地中海のバルセロナの海の音と、バッハの G 線上のアリアっていう曲を合わせてスケッチを繰り返して出てきた形です。他
にはそのバルセロナの文化であるジャズを取り上げて、それとモーツァルトの曲を組み合わせています。まあ、あと後半ですごく驚いたのが、そのバルセロナの人たちのタトゥーの多さに刺激を受けて、一つ作品ができました。それはすごくジャポニーズムとタトゥーですね、それを組み合わせてできたものです。だし、とにかくこのお休み期間、夏休み期間にしてはすごく多く来たなと感じて、それはすごく嬉しかったです。まあ、あと、スペインの皆さんに伝えたいことは、その今回の作品はすごく自分の中では分かりやすく明確に伝えられる作品だと思います。特にあのスペインに その国の漢字を調べて、事前に調べてフィットさせてきたというか、そうですね、合わせてきたので、すごく伝わってくれると思ってこういう作品を作りましたので、とにかくまあ楽しんでもらいたいっていうのが一番です。